さあ、続いて語っていただくのは、皆さんお待たせしました、七城さんです。よろしくお願いします。今回はなんと初おろしのお話だそうで。そうなんですよ、自分でちょっとね集めた話を持ってきましたので。ではよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ちょっとね、どんな話が飛び出るのか想像もつかないだけに。はい、大丈夫です。はい、準備よろしいでしょうか。では七城さん、よろしくお願いいたします。これあのうちの視聴者の方も、いただいた話になるんですけども、まあちょっとその前に呪いって皆さん知ってますよね。いろんな呪い方があるかなと思うんですけども、呪いってそのベタなというかメジャーな呪い方じゃなくて、一番怖いのってオリジナルの呪いだと思ってるんですよ。でそれをまあこう、まあ、思わされたような、話になるんですけど、これまあうちの視聴者の男性の方がもうかれこれ20年くらい前になるんですけどって言って話してくれた話で、その彼が最初に異変に気づいたのはその20年前のある日で、当時彼はパソコン関係の仕事をしていたんですけども、まあちょっと生活がすさんでいって、お酒をわーって飲んだりとか、まあストレスも抱えてるっていう状態だったんですけど、まあその中でまあ結構こう急に胃が痛くなってしまって、である朝こう洗面所でわーって吐血をしてしまったと。でいやなんだろう、これ病気かなと思って慌てて病院に行ったんですけど、まあお医者さんからも病名もつけられて、まあ、どうやら食道と胃の間のあたりが、まあ、だいぶこうストレスでやられていて、まあ、そこから裂けて血が出てしまっているみたいですと。ああ分かりましたと。どれぐらい治りますかねって聞いたら、まあ、1、2ヶ月ぐらい様子見たら、まあ、大体治ると思いますよって言われたんですよ。まあ、ずっと様子見てたんですけど全然治んないんですよ。一向に治んない。それがだんだん、しかも頻度も上がってくるんですよね。毎日のようにこう吐血するみたいな。だからもう朝必ず吐血してから無理してちょっとお腹押さえながらもう仕事に行くみたいな、そんな生活が10年続いたんですよ、そっから。でもおかしいおかしいと、ずっと体調が悪いと。ある日、ちょっと通勤中にね電車を使うんですけど、電車で、まあスマホで漫画をバーって見てるみたいな感じので見てたんですよ。そしたら液晶のところになんか模様が浮かんでるんですよね。なんだろうこれと思って、でこう見るとこう反射で見るとね結構見えるんで、まあ、指の跡みたいな感じでこうぐる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 なんかのの字みたいなのがついてるんですよ。なんだろうなこれって言いながら、でちょっと自分の服でこうやって拭いたんですけど取れないんですよ。全然おかしいなと思いながら、それからスマホだけじゃなくてタブレットとかパソコンとかにもはって見ると反射でのの字がブワーって映ってるんですよ。なんだこれってなって、あまりに気味が悪かったんで彼はちょっと、まあ、家に帰ってね、奥さんがいたんです。2人でずっと生活してたんですけど、まあ、言っちゃあれなんですけど、その奥さんのことあんまり顧みなかったこともあって家庭内別居状態っていうんですか、まあ、ものすごいこう、まあ、仲が険悪というか顔を合わせたらもう本当に口喧嘩。ただそれに関してはちょっとさすがに自分でも気味が悪かったから奥さんに、あのさ、なんか最近おかしくて液晶を見るとなんかのの字みたいなのがぐる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 って出てきてて取れないんだよ、何なんだろうこれって言ったら、奥さんがえって、まあ、すごいびっくりしたようなことを言うんですよね。どうしたのって聞いたら、私10年前にあなたを呪ったんだよねって言ってきたんです。え、何、どういうことって聞いたら、奥さん10年前にその、まあ、旦那さんがね、その彼が全然家に帰ってこない、仕事ばっかりしてるとか、まあ、家庭内のことも考えてくれないっていうのですごくまあ心がすさんでて、ちょっともう恨みつらみをもうずっと持ちながら、まあ、呪いをかけたらしくて、それが、まあ、奥さんは別に呪いとか詳しいわけじゃないんで、白い紙にもうひたすらもう力込めてのの字ぐーってぐるぐる書いて、そこになんか死ね死ね死ねとか旦那の悪口とかもううわーって書いたものを、まあ、1枚作って、それでちょっとすっきりしたんですよ。ああもういいやと、呪ってやったわと、あいつ不幸になっちゃう、ざまあみろと思ってたんですけど、まあ、それを、まあ、ちょっと自分の手元に置いといたままで10年が経過してると。で今聞いてみたら、10年前自分が朝血を吐いた頃ってちょうどその奥さんが呪いをかけた瞬間ぐらいだったんですよね。あれこれもしかしてってなって、そこで、まあ、ちょっと奥さんと話をして、まあ、自分が今まで家庭を顧みなかったことを詫びたんですよ。まず申し訳なかったと。したら奥さんも本当に私もごめんなさいと、あなたに対してちょっと怒りが湧いてしまって、まあ、呪いを、まあ、かけてしまったと。
じゃあもうこれで仲直りをしたいし今後のこと考えたいから、じゃあ一旦その呪いの紙っていうのはまだ持ってるんだよねと、それを焼いて処分しようかと、まあ、そういう話になったんですよ。で奥さんがこっちよって言って、まあ、部屋の中にフルダンスがずっとあったんですけど、そのフルダンスの引き出しの一番奥のところに見えないところにもう挟み込んでたらしいんですよね。で開けたんですよ、ないんですよね、どこにもないんですよ紙が。で奥さんあれあれってずっと言ってるの、でも出てこないですよ。結局見つからないままになってしまって、ただその仲直りをした瞬間ぐらいからその旦那さん体調がどんどん戻っていって、やっぱりあれは奥さんの呪いが自分にかかってたんだなと、効果があったんだというふうに思ったんですけど、これ反動もあって、その旦那さんが体調良くなっていくのに合わせて奥さんが今度バーンと体調を崩して、まあ精神疾患ですよ、そこからもう何年も。で結局その奥さんが旦那のこと死ね死ね死ねって言って、そのの字みたいなやつをうわーって書いたあの瞬間から15年かけてようやく旦那さんも奥さんもその呪いから解放されたと。なのでやっぱり一番怖いのって一番ダイレクトに自分の気持ちが乗ってしまう、まあその場で思いついただけの即興の、まあオリジナルの呪いっていうのが一番怖いのかもしれないですよね。まあそういうふうに本人は言ってました。そんなお話でございました。長島さんありがとうございました。いやでもすごい話でしたね。すごいですね。いかがでした？僕も高校の時のバイト先の先輩が似たような経験してて、その先輩は若くして、奥さんがいて子供いてはったんですよ。21の時で、ちょっと浮気癖があったんですね。で僕ともう一人仲良かった友達と要は3人でその車に乗せてもらって遊びに行ってたんですけど、その日僕は行けなくて友達がその先輩と一緒にドライブしてたらしいんです。でその子供ちっちゃいのにもう家庭帰り水そんな夜中ね遊んだりするような人なんですね。で一緒にこうドライブしてて、なんか最近首痛いんだよって先輩が言うんですって。でこんな感じでこう触ってて、でこうやって手離した時にその友達が首のとこ見てたらじわーって指がこう出てきたんですって。でそいつ霊感ないんですよ友達。で次の日にいやすごかったんだよみたいな、なんでお前来なかったんだよみたいな言われたんですけど、あそうなんだみたいなんで、うん、気のせいじゃないのみたいなこと言ってたら、そっから次先輩がバイト先来た時コルセット巻いてるんですよ。で話聞いてみたらその先輩が何かを探してる時に奥さんのドレッサーってあるじゃないですか化粧台、はいはいはい、あれをこう開けた時に日記帳みたいなの出てきて、で実は奥さんも浮気してるの全部知ってて、で死ね死ね死ねとかもうその恨みつらみをぶわー書いてるんですって。で挙句最後のページに首を痛めたらしいなって知ってるんですって。だからそう帰ってきた時に首痛めて喜んでるんですよ奥さんが、みたいな見つけたんだけどみたいな、ちょっと心入れ替えるわこれ絶対そうでしょみたいな、ね、実際に僕それ間近で見てるんですごい今リンクしてすげえ怖かったんですよ。うわ、いやだからなんかいわゆる呪いってね儀式で、はい、いろんなねこういう手順があってとかってイメージがあるかもしれないけど、はい、強い負の感情だけでも呪いってかけられちゃうってことですよ、うん、最初オリジナルの呪いが怖いんだって話あったじゃないですか。僕ね知り合いの、まあ、除霊師の方に聞いたんですけど、はい、やっぱりそのちゃんと手順を踏んだ呪いってすごく怖いし効果があるんだけど、除霊の仕方もそれに対してマニュアルがあるから除霊できるんですって。ただある呪いを自己流でちょっと変えられたりすると呪いを解くときに解けないんですって。わかります？例えばその爆弾でそれを解体するときにこれの型だったらわかるんだけど、勝手にやられちゃうともうよくわかんなくなっちゃうと同じで、入り組んでてこれ一番お祓いしづらいんですよっていうのを思い出しましたね。うわ、森崎さんいかがでした？いやなんかその呪いって思ってないのに呪いをかけちゃったってことですもんね。まあ本、まあ、一応奥さん側としては呪っていうかその言ってつもりではあったんだけど、そんなことになるとはっていうのは奥さんもあったらしい。うわ、なんか私もなんか今年から日記を書き出して、うん、なんかネタ帳みたいなネタもなんですけど、なんかその悪口だったりとかなんかすごい心に溜まってるものを出そうって思った日記を書き出したんですよ。ネタと悪口を書くなんか忘れがちなんで、はい、なんかむやみに思いを書いたら怖いなって今思います。
ネタと悪口を書くすみさん、ネタという言葉に引っ張られて何も入ってこないですね。あとその二本柱の日記ってすごい悪口と、ね、なんかいろいろあったな、ね、これね、まず、ね、ネタっていうのはなんか面白いことあったら書いてこっていう、あ、うん、一発ギャグとかじゃなく日々の何か面白いことあったら書いてこっていうのと、なんか嫌なことあったら書いてこっていう。悪口ってね、なんかほら、うん、書いちゃうとずっと残っちゃうし忘れられなくなっちゃうし、うん、後々思い出しちゃうからって思うんですけど、やっぱ書き残したいっていう、本当に覚えられないタイプなんで、なんかその記憶として残しときたいなって、こういうことがあったからあのこの人は信用できないとか、なんかそういうの思い覚えとこうと思って書くようになったんですけど。ちなみに、はい、誰への悪口が。マネージャーです。めちゃめちゃ近いの。違うんですよ。違うんですよ。違うんですよ。めちゃめちゃ近いよね。じゃないんですけど、なんか昨日も書いたんですけど、なんだろう、あの写真集出すんですけど、それの色コンチェックしてくださいってあの言われて、あの昨日行ったんですよ事務所。え、ごめん間違えた、今日だったって言ってて、はぁと思って。もう本当ポンコツ、できる風でめっちゃポンコツって書いた。これ確認したいんですけど、これ使っていいんですか、このトークって。大丈夫です。大丈夫だ。でも今のモノマネで女性のマネージャーってバレますよ。確かに。本当に仲いいんです。仲いいマネージャーなんですけど、はい。ネタなんですね。これファンの方の間でもちょっとその、まあ、天然っていうか。全然可愛いね。可愛らしい。本当に可愛くて。でそれをおいって言って、それもネタになってるってマネージャーさんなんですね。もう昨日もおかって言って終わったんですけど、はい、本当に内心めちゃくちゃ怒ってます。私のオフをって思ったんですけど、それをこう書いたっていう。私のオフをって思ったんですけど、なんかこの感じだと森崎さんから念が飛んでることなさそうですね。まあそうですね。はい、可愛いですね。そうですね。はい。気をつけよう。気をつけましょう、ね。そう、ももさんいかがでしたか。いや呪いはそうですね。なんかその僕も一番呪い系で気持ち悪いと思ったんし、ちょっと差し込ませさせていただきたいんですけど。差し込むっていう。すみません。なんかその差し込ませていただきたいんですけど。一応今は、はい、それ統一しようかなと思って、分かりやすいかなと思って、あの姉妹の方がいらっしゃって、自分のお家の近くに、まあ、神社があると、でそれが縁切りの神社らしいんですね。でなんかその、例えば嫌いな人との縁を断つとか、ギャンブルとの縁を断つとか、はいはい、お酒の縁を断つとかで、まあ、紙みたいなものに、絵馬的なものに、これ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 って書いて、それをお飾りして、まあ、お願いして、縁切りで、そういう有名な神社があって、姉妹でそこにお散歩に行ったらしいです。たまたま日曜日に遊びに行ったら、妹さんが一枚の絵馬を指さしてガタ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 って震えてるんですって。でお姉ちゃんが、え、どうしたのって言ってみたら、その妹さんが指さしてる絵馬に文言が書いてあるんですけど、お前は人間のクズ、生きる価値なし、地獄に落ちろ、みたいなものすごい悪口が書いてあるんですけど、当然終わりのところにその呪いを飛ばしたい人の名前が書いてあるんですよ、はい、でその呪いを飛ばしたい相手っていうのがその姉妹のお父さんだったんですね。で、うわ、うちのお父さんめちゃめちゃ誰かに嫌われてるって2人で思って気づいたのが、その筆跡がお母さんだったんですよ。で2人で でそこがすごく有名な神社なので、効果があるとやばいっていうことで、あの神社の人にお願いして、ちょっとあの家族のものなんですけど、これをちょっと外してくださいって言って、外してもらって事なきを得たっていう話聞いたことありますよ。家族内でのそういう、それもなんか浮気が、お父さんが浮気癖がある方で、お母さんがいつもそのことを、まあね、言ってたらしいんですけど、全然それが治らないと、子供ながらにもお父さんが浮気してるのは分かってたような家庭だったらしいんですけど、いやでも気持ち悪いですよね。関西にね、有名な縁切り神社ありますけど、そこの絵馬とか、もう文言とかどぎついですよね。怖いです。あの例えば隣ですごく騒音でうるさい家庭があるとかだと、横のあいつもう思いつく限り一番苦しい死に方で死ね、ふざけんなこの野郎、お前の人生なんて、みたいな、なんかもう本当にもうなんかもうまがまがしいオーラがその絵馬の一体からもう出てるかのような、結構どぎつい文言並んでますよね。結構そのしかもびっちり書いてるのが特に怖さが来るかなっていう、なんかまあまあザって書くよりももう隙間ないぐらい書いてるやつも結構あるらしいんで、そっからはそういう強さみたいなものはもろに感じますよね。川口さんいかがでしたか。あとは言っ
ていいのかちょっとあれなんですけど、僕一時期こう晴らすっていうあのノートを書いてたんですよ。ストレスを発散するノートというか、はい、もうびっしり書きすぎて相手が本当にちょっと体調悪くなっちゃったことあって、呪いっていう、七代さんのお話から話振らないじゃないですか、はいはい、似たような経験ありますよってノブさんが言ってびっくりしてたら、はい、そういうのとノート書いてましたっていうやつもいたってことですね。いましたね。吉純さん、この話知ってるんですけど、これ多分流せないやつですね。差し込み口まだあります。差し込み口まだあったら違う。だから森崎さんが今後行くと10年後があいつってことだよ。気をつけないと。いやだ、ね、すぐやめないとああなっちゃいますから。いやですね。絶対もう悪口書きます、ね。そうですよ。で今日森崎さんね、はい、その時お話をね聞いてくださったんですけど、はい、森崎さん自身ってどうですか、はい、そういう話とかあったりするんですか。怖い話というか、なんか私がなんか不思議だなって思った体験談があって、なんかもともとご当地アイドルだったんですけど、そのメンバーたちとあの旅行行こうって言ってなんか川沿いの旅館に泊まることになったんですね。でなんかまあ普通に過ごして、夜ご飯もちゃんと美味しく食べて、であお腹いっぱいだね、ちょっとなんか夜散歩行くってなって、こう川沿いをこう普通になんかあの女子会しながらあの話しながらこう歩いてたんですけど、この橋を渡る時にふっと線香の匂いがしたんですよ。お線香、はい、で私なんかあなんかどっか焚いてんのかなって思って、その時は普通にあの過ごしたんですけど、まあ、部屋戻ってきてなんか霊感ある女の子一人いて、その子が、ね、さっき線香の匂いしなかったって言われて、あ私もで、なんか結構メンバーの子5人ぐらいで行って 2,3 人ぐらいあの線香の匂いしたっぽくて、でなんかうわなんか嫌だね、なんか変な感じだねそれって言ってちょっと怖いねっつってあのその日は終わったんですけど、なんかやっぱ気持ち悪いので、その次の朝あの旅館のおかみさんに、なんかここら辺なんかあったりするんですかって聞いたら、なんかやっぱあの川で男の子が溺れて亡くなっちゃったっていう話をされてて、なんかどうなんですか、線香の匂いとかって、あのなんか幽霊がいるんですか、やっぱあのいろんな、ね、タイプでその見える人もいれば、その匂いで感じるタイプもいるって、最近その匂い系の階段もよく聞きますよ ね、うん、そうですね。だからその線香の匂いと感じたんですけど、はいはい、線香じゃない可能性もあったりするので、ない。だから何かが、例えばその亡くなられ方によって、例えばもうその時は違ったかもしれないですけど、そう何か服が燃えてしまって焼死されたりとか、その人によって何かが燃えてる匂いとか線香の匂いが違ったりするじゃないですか。あ、言いますよね。あ、だからそのあたりでもいろいろと変わってくるんで、それは果たして線香だったのかなと思うんですよね。勘違いした。あります。あります。あ、ってかあれですよ、あんまりあの何も言ってなかったんですけど、うち霊いるんですよ。今お住まいに。あ、そうです、そうです、はい、あのナチュラルにいるんですけど、あ、同棲してるんで、幽霊と同棲してるんですけど、もうすぐフランクに。あ、そうですね。あの普通にいるんですけど、今日派手な服着てるやつ変なやつばっかりもうガラシャツ。確かに僕こっち行った方がいいですね。次にようこそじゃないんだよ。いや、そうなんですよ。なんか普通にうちいるんですけど、だからこう僕も結構匂いでちょっと分かったりすると、音と匂い結構あるんですよ。まあ別にそんな霊感だと思ってはいないんですけど、ただなんかその家に帰ってくる時とかに、まあ例えばですけど、こうめっちゃ時間を空けて久々に旅行から帰ってきたとかなってくると、まあちょっと匂いが変わることってあるじゃないですか、はい、で、あ、こんなうちこんな匂いだったっけみたいなあると思うんですけど、それが1ヶ月経って帰ってきた時何も変わってないのに、なんか朝出かけて夕方帰ってきた時に全然違う匂いすることあるんですよ。でそれがまあ今僕の中ではその結構ちょっとお線香っぽい匂いではあるんですけど、それが日によって全然匂いは違うんで、あ、これ多分濃い時はなんかお帰りって言ってくれてるのかなっていう感じで捉えてるんですけど、きっとそうでしょうね。あれお帰りってね、あれ、まあそうですね、お帰りってね、まあって言いながら入ってるんですけど、あ、そうか、なるほど。まあまあちょっとそのこと思い出した感じ。匂いが違うってことは何人もいるってことですか。あ、なんかいっぱいいるらしいですね。
よくあの、ね、まあ、怖いだけじゃなくてお盆の時期になった時にあれってタバコの匂いがして、あ、親父が吸ってたタバコの匂いだとかね、そういうような匂いで感じるって話も聞いたことありますよね。香水だとか帰ってきたって、はい、ぜひとかその辺もね、七種ロケ YouTube チャンネルの方で、うん、そうですね、まあ、今の話は実はしたことないんですけど、あ、まあ、めちゃめちゃ初耳回答やった後で初耳 のちょっとしたショート回答なんですけどでもね、そのね実証のやつね、ぜひチャンネルの方で、そうですね、またやると思うんで、この、あ、楽しみにしてますんで、はい、ぜひ、はい、ぜひね、チェックの方よろしくお願いいたします。そう、なんか良かったですね。そうですね、楽しかったですね、うん、めちゃめちゃ楽しかったですねやっぱ会談終わった後も、もう今おっしゃってましたけど、もう会談終わった後のなんかこのわちゃわちゃしつつ、いや、これああだよね、あ、俺これの知ってますよみたいな、めっちゃ楽しいですねまた今後もやりたい、やりたいな、うわー、ぜひぜひお願いします、はい、思っております。ありがとうございました。堀崎さん、いかがでした？いや、こうやってなんかあの今皆さんがいてくれて話してるから楽しいって思ってるんですけど、多分家帰ったらめちゃくちゃ怖いんだろうなって、なんか怖いなと思ったら自分のエロい写真見てちょっとなんかちょっと自分の自分のエロい写真自分の見てエロって思ったエロいなーって思った、これでね、ちょっと退散できるんじゃないかなと思ったんで、確かに森崎さんのポスター貼るのが一番いいかもしれないですね。さあ、この番組では視聴者の皆様から身の回りで起こった不思議な体験を随時募集しております。もうね、個性的な怪談師揃ってますんでね、ぜひぜひ送っていただきたいと思います。それでは皆さん、ありがとうございました。来週もこの時間にお会いいたしましょう。さよなら。